にちは、カズネーです。本日はこちらをご紹介したいと思います。はい、こちら熟成肉専門店ヨプの大豚塩焼き、こちらはね家族で食べたいと思います。こちらは東京の新大久保にあります店舗からいただきました。ありがとうございます。こちらに通信販売も行っておりましてね、東京のね店舗に行けなくてもお家で送っていただいて楽しむことができるキットになっております。ではちょっと開けていきたいと思います。はい、行きまーす。お、ちゃんと積まれてますね。こちらね冷蔵で届きます。中に入っているものはこちらになります。こちらがね熟成サムギョプサル、すごいね、厚さがね 3.5 センチだって、うん、いやー、この塊で見るの初めて。これが2つありますね。何グラムぐらいかい、測ってみようか。692。おー、あるね、うん、あるね、すごい。はい、そしてサムギョプサルって野菜を巻いて食べることが多いので、サニレタスとエゴマの葉、これなかなか手に入らないと思うんですよ、うん、日本のねスーパーだと。これついてきたのちょっと嬉しいですね、いいよ。はい、とあとこちら行者ニンニク、ちょっと開けてみないとちょっと匂いが分かんないですけど、それっぽいに、あのねちょっとねニンニクの香りが少しするんですけど、うん、これとあとお漬物ついてます。付け合わせですね。玉ねぎ、大根、これがニンニクの芽のお漬物。そしてタレなんですけど、こちらにサムジャン 50g と書いてあるんですけど、こちらついてきます。ちょっと辛いタレになるのかな、うん、ね、そうだと思う。あとまあ辛いのが苦手な方、こちらお塩、アンデス塩って言ったっけ、ね、そう書いてあるんですよ。ちょっとねピンク色のが混ざっててちょっと粗い粒の、ね、お塩ですね。こちらもついてます。このセットになります。我が家は3人家族なので多分ちょうどいいくらいじゃないかな、うん、いいと思う、ね、これねないって言ったらご飯ぐらいじゃないの、うん、ね、ご飯はやっぱり食べたいと思うので、ご飯は今ね炊きたてを用意しましたので、こちらも一緒に合わせて食べたいと思います。では焼く準備始めましょう。はい、ではお肉を焼く準備整いました。我が家ではホットプレートで焼きたいと思います。先ほど紹介しましたもの全部出しました。これもね葉っぱ出してみたら、葉っぱ類結構あるね、うん、うん、あとお漬物もね、あとタレも、そしてねみんなの前にご飯も用意しました。では焼きましょう。ハサミでチョキチョキって感じでいいかな。こちらのお肉ね、実は熟成肉って言って14日間熟成された豚肉を使っております。すごい分厚いよね。すごい分厚い。よし、はい、おしゃって、こんな感じかな。これ予想以上にお肉あるよね。でかくね、でかいよね。予想以上でした。でかい、いや長い長い。おー、こっちも、どうしよう、下の塩もあの一緒にこう絡めてもらえると。そう、どう、いい感じでしょ。これでちょっと焼いたら、うん、あのハサミで切りますね。あ、もう切るのね。うん、焼いてるって感じの音。すごい。いいなこれ。スーパーにもねサムギョプサルって名前ついて売ってはいるんですけど、こういう何塊肉じゃないよね。違うね、もう切ってあるやつなんでね、こうやって焼くスタイルは私も初めてです。よし、じゃあ切ろう。はい、よろしく。はい、こうやって持ち上げるから。お、すごいすごいね。で、ちょっと焼いて、うん、またもっと細かく切るんでしょ。そうそうそう、うん、油出てきたね。うん、この油が美味しいんでしょ。美味しいよこれ、うん、あれやっぱ焼肉用のあのプレートにしたって正解だね。網網の、そうだ ね、うちそれもついてるやつだったんですけど、油が美味しいんじゃないかねっていう話でね。こっちもいいね。ね、この方がいいみたい。いけるかな。うん、大丈夫かもしれない。あとは中をね、切った中を焼かないといけないからね、うん、食べる大きさに切る感じでいいんじゃないかな。そう、赤いとこ出てきたから、これをもう一回焼く感じかね。そうだね、うん、1センチぐらいで切ってもらって、このくらいの厚み、うん、ちょっと厚い。いや、いいよ。いいね、いいね。肉屋さんとかでハサミ出るけどさ、うん、使ったことなかったもん、こうやって ね、使わないで済んだから。そう、あの使うものを食べてないんだよね。こんないい肉はね、食った方がいいじゃん。まあね、半分ずつ切るといいかもしれない。一回に切ろうと思わないで、うん、うん、大丈夫、その方が。じゃあ、ひっくり返して焼けてきたみたい。うん、これでね、ちょっと焼いていきます。カリカリ気味に焼いた方がいいかも。もうちょっと温度上げてもいいかも。そしたら温度上げていい。うん、よし。おー、美味しそうじゃない。すごいすごいな。匂いがもう熟成されたって感じだよね。油のね、匂いっていうのがね、違う。もうそもそも、ね、うん、悪い油ではないっていうのが分かる、うん、うん、もう違う、香りが全然違う。香り違うよね。うん、あー、いいなこれ。うん、
サムギョプサル焼けました。はい、というわけでまずはじゃあ1人1個ずつ何もつけないで食べてみましょう。何もつけない、うん、はい、お肉これで取ってね、はい、うん、一人でもいいよ、好きなの、うん、自分の大きさでいいよ、好きな大きさで。あ、まずそっちやりますか。そっちから、はい、ではちょっと待っててください。はい、パパはいつもの、はい、息子くんとママは、はい、赤いの。はい、それでは今日もお疲れ様でした。はい、乾杯。今もそれだからにも乾杯。いや、まあそのまま食べてみてください。はい、あ、やけどに気をつけてね。うん。うん。おいしい。うん。おいしい。うん。全然違うんだけど、今まで食べてた肉と。全然違う。何これ、豚って焼くと硬いイメージあるじゃん、うん、そうじゃないよね、全然硬いね、うん、どう、うん、いいよね、よかった、これすごい、熟成するとこんなに違うの、ねえ、ねえ、ちょっと待って、俺が普通の豚肉に戻れなくなっちゃうこの味を知ってしまったらやばいです。で、お次は好きなタレかけてもらいたいと思います。ついてきたのはこのね、赤い方はね、こちらサムジャンっていうね、こういうパックで2つ入ってたんで片方開けました。これをじゃあちょっとつけてもらって、息子くんはねちょっと辛いの苦手だと思うので、お塩をパラパラって、うん、ね、私もちょっとね辛いの得意ではないんですけど、このサムジャン初めてなんで、うん、ちょっとやってみたいと思います。これで息子くんはさ、お塩どうぞ、アンデスの塩だって、ラーメンみたいな塩、ね、ママとパパはこのね辛いやつをちょっといってみたいと思います。どうかな、うん、じゃあお塩つけるとどんな感じで美味しいのかね、うん、試してみて。こんなに辛くなくない、あ、思ったから。美味しいね。美味しい。何この辛さ。うん。うん。いいじゃん。美味しい。あ、これさ、野菜を巻いて食べる意味ちょっとわかるかも。この感じ。そうだね。これ、ね、タレつけて、うん、サニーレタスで巻いて食べればいいかも。そう。ね。ママはもともとね、あの野菜を巻いて食べる派なんで、次はこれでいきます。ちょっと本当に美味しい。あ、本当に。あ、よかったよかった。お漬物もどうぞ。大根のなんだっけこれ。大根の漬物。多分あの日本の漬物とは違うんじゃないかな。うん。美味しい。ね。で、ママね、ここにね、入れたい。餃子ニンニク。そうそう。餃子ニンニクも、こういうのは初めてかも。これさ、一緒に食べたい。うん、こうやって。いいじゃん。はい、いきます。どう？うん。美味しい。うん。ちょっと1枚、サニンニク。パパも珍しい。息子くんは好きに取って食べて。うん。うん。乗せて。辛い食べる。うん。乗せて。乗せて。うん。ニンニクの芽入れてみようかな。あ、いいよ。うん。うん。ニンニクの芽。うん。美味しい、これ。ニンニクもいい。うん。いい。私的には多分ね、包んで食べた方がこの辛さがちょうどいい。うんうん、サムジャン美味しいわ。このタレ美味しいね、うん、辛いだけじゃないの、これいいわ。あと私ね、エゴマも入れたいので、うん、この辛さは辛いのが苦手な私でもいいかも、うん、エゴマの葉っぱって初ですね。うん、うん、これ美味しい。美味しい。うん、どういう感じ。この葉っぱすごい味があって、うん、見た目はシソの大きいバージョンみたいなに見えるけど、味は全然違う、うん、でもあのピリッとした感じの香りがすごい強いのじゃなくて、うん、ふわーんって、あのね、葉っぱ自体はね全然匂わないですよ、食べた瞬間ね、うん、全然違うの。ちょっと1枚食べて、うん、ちょっとお試しして、これね私だけで説明しきれる。エゴマの葉っぱ、うん、やばい、美味しい。乗せて、辛いの乗せて、やっぱり辛いのが美味しいみたいな、ね、うん、ちょっと漬物も食べさせてほしいな。あ、漬物美味しい。玉ねぎの漬物一緒に入れてみる。はい、うん、違うね、なんか、なんて説明したらいい、なんだろう、初めての感覚なの、この香りがすごくいいの、すごく爽やかな香りね。レタスとかは、うん、あのそういう爽やか系じゃなくて単なる水っぽさとかね、本当に葉っぱだけど、エゴマは違うの、うん、なんかふわーんっていい甘いような、なんかこう香りがするの、うん、これ美味しいよね、うん、すごい、初めて食べたけどこれいいわ、うん、スーパーではちょっと見かけたことがないんでね、これ一番ある意味楽しみだったけど、うん、美味しい、ね、うん、これがさ全部セットになってるからいいんだよね。そうそうそう、うん、それだよ。今日だって用意したのはご飯と飲み物だけで、で3人ぐらいだったら本当全然これで OK ですし、うん、まあもっとね食べ盛りのお子さんがいらっしゃるんだったらもうワンセット一緒に買えばそれでね食べられると思います。ご飯も食べながらどうぞ。お肉だけでのお腹いっぱいになっちゃう可能性があります。結構だってあるよね、焼いてみたら、うん、ね、今回は私たちはサムギョプサルのセットを食べましたが、これもね肩ロースのセットもございます。またこれから寒くなりますとスープのセットなんかもいいと思います。ホームページ見させてもらったんですけど、いろいろ種類があって辛いのが苦手な方用のものもあります。あとねお漬物もいろいろあります。あと、ね、高菜とかもあったかな、うん、あとこのね辛いこの
タレ、これだけでも売っております。なのでね、あの辛いのが得意な方とか、ちょっといつもはそんなに好きじゃないけど食べてみたいっていう方は、こちらでも試していきます。お値段を含めた詳しい内容はこの動画の概要欄に貼りますので、ぜひそちらからご覧ください。あー、やばいこれ美味しい。本格的なサムギョプサル食べたの初めてなんですけど、全部この揃ってるのがいいですね。でお家でホットプレートがない方、普通にフライパンとか、あとグリルなんかでも大丈夫だそうです。必ずねしっかり焼いていただいて召し上がっていただきたいと思います。ちょっとハマりそう、エゴマと、ね、サラダでねこれ食べるのがね、あの女性なんかすごくね人気みたいなんでね、これ足んなかったらと思って一応用意はしたんですけど、これだけでも間に合うかもしれない。十分十分ね。あとね、ご飯はすいません、ご自分で好きな量をよそってください。でもご飯ね、私ね意外にいけると思ってるのが、ご飯とサムじゃん、私辛いの出るってさ全然言ってるんですよ。でもねうまいかもしれないハマるかもしれない。これ息子もねさっきから止まんないんですよ。普段はねあのそんなに食べる子じゃないんですけど、さっきからバクバクと食べてます。これいいね、うん。でね、子供用に塩がついてるのも嬉しいですね。ご自分の家にある塩でも構わないと思うんですけど、この塩がまたちょっと違うみたいで、いつもあったら塩では食べない子なんですけど、さっきからねバクバクと食べております。はい、というわけで本日は我が家で本格的なサムギョプサルを堪能してみました。ヨプの大豚塩焼きさん、ヨプストアの皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。